声がガラガラなんですけど、本日はこのガラガラボイスの人みたいな感じでやっていこうと思っているので、どうか皆さん広い心で見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ですね、佐賀のイベントが、前回ですね、飛び入りみたいな感じで別のイベントに参加させていただいて、でそこからリサちゃんとまた連絡を取るようになって、で佐賀プロさんからお声掛けしていただいて、本日ステージ立たせていただいてるんですけれども、いやなんか普段ですね、DJ とかアニメ版のスタッフとして活動してるっていうか働いてるので、ステージで立ってまた歌うことになるとはっていうのがですね、すごい緊張してるんですけど、ありがたく思ってまして、で、これからもまた歌だったり DJ だったり、いろんな幅広くですね、サブカルを、中心に活動していけるようなですね、人物になれればなと思っておりますので、どうか皆さんまた見かけた時には気軽に、あ、リオティアだみたいな感じで声かけていただいて、写真とか動画とかも OK なので、ネットにもバン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 出していただければなと思っております。ぜひ長崎に来た時は長崎にある、アニメバーフリーダムの方にも足を運んでいただければなと思っております。私も大体平日は出勤しておりますので、そこで皆さんアニメのトークだったり、コスプレの相談だったり、ゲームの話だったり、アニソンだったり、何でも話すことができますので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。そしたらぼちぼち次の曲に行こうかなと思います。次の曲が、1ステージ目では最後の曲なんですけど、聴いてください。サイクロン、強がりなら闇場の恋しちゃう。
手拍子だったり、おいおいおいという掛け声だったりですね、皆さん自由に楽しんでいただければなと思います。聴いてください、カルト。全ての筋書き通りだよ。